はいどうもジプシーロブです。さあここはですね篠原八幡神社ってところですね、今日はですね坂道江北区の方にやってきております。でこのね篠原八幡神社を中心に坂がいっぱいあるということで倉本前ヒットさんからね前々からリクエストをいただいておりまして今日はね、そんな坂道行きたいと思います。でね、これがね、本当に中なんですけどこれもそこから来ましたな、さあ、それではですね、1本目の坂行きたいと思います。倉本前ヒットさんですね。あとね、ブッヒートンキチさんからもリクエストいただいております。上を左この辺狭いのに車がいっぱい通るんですけどね。よいしょ。さあ篠原北1丁目24って書いてあります。さあさあこのお家古いけどね。さあこの辺から坂ですね。さあちょっと待っててあげよう。普通の坂ですけどね。お、輪っか道来たよ。輪っか、おー、これ急だ。おー、すごいね。どうなった？さて降りたいと思いますがなんと渋滞中です。さて降ります。危険 U ターン禁止って書いてあるけどね。おおすげえ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 のっけからすごい坂でしたね。はい、ということでまずはね1本目もうこの辺は普通の坂なんでね割愛したいと思いますけど、倉本前ヒットさんとブッヒートンキチさんからもリクエストいただいておりました、篠原神社の近くのねまずは1本目の坂です。じゃあ次行きたいと思います。じゃあ次もねそのまま行きたいと思いますけども、さあこれっぽいな、これですね。よし、じゃあ登ります。よいしょ。これまだ新しいね、若道綺麗だよ。綺麗だけどこれもすごいな。お寺さんのさっきの道の裏側って感じ。はい、ここまでな感じですかね、じゃあ U ターンします。じゃあ倉本前ヒットさんね、これもブッヒートンキさんから後追いでねリクエストされてます。降りてみたいと思います。眺めいいね、この辺は。これはい、ということで降りてきました。いいね。こんな坂ばっかしなのかな、この辺。はい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 。
さあ次の坂も行きたいと思いますけど、次もブッヒー富吉さんのね、熊本前ヒットさんからで、めっちゃすぐなんですよ。これっすね、これ、よし、上がります。信号士八幡山観音寺って、あ、仏地蔵さんもいらっしゃる、こんにちは。これもきついぞ、結構な坂よこれも。おおおお、ここきつい。寺の駐車場とかあるけど、よいしょ。あれ、さっきのおばあちゃんだ。よいしょ、じゃあ降ります。よいしょ。これ急転が転がって、もう風景楽しみたいけど、もうすごいな。はい、ということで降りてきました。面白いな。喉渇いたからジュースでも飲もうかなって感じです。さあ一息入れたんで次の坂行きたいと思いますけどもね。さて次は、さあこれを開く、あ、もうイオンが、これっすね、これっすね。よし、熊本前ヒットさんのリクエスト、よいしょ。よいしょ、輪っか道じゃないんだね。でも細い坂がずっと続いている。ほうほう、よいしょ。はい、ということでね、なんか駐車場っぽいとこ着きましたけど、よし、じゃあ降ります。はい、輪っか道じゃないけどそこそこ長い坂でした。よっ、狭いな、もう。でも駐車場あるから車通るよね、これ。絶対離合できないよね。無対面しちゃったらもうアウチ。おお、ここが999、これが9、おお、すげえ、塩釜プリンスが丸見え。おお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 、はい、ということですね、ここまでの坂でございます。はい、じゃあ次の坂行くんですけど、さっきのね、やっぱりね、牛坂っていう坂ね、熊本前人さんのリクエストの坂でしたね。だから今日は今1、2、3、3本が熊本前人さんとブッヒートンキチさんで、今の牛坂が熊本前人さんだけのリクエストで、次の坂も熊本前人さんだけのリクエストなんですけど、ここだけちょっと離れてるんですよね。っていうか、なんだこの迷路みたいな住宅地。でも新しくて綺麗だね。篠原小学校、篠原西小入り口を曲がります。え、止まれの看板が新しいね。あったわった道、あ、出た、学校に通じる道だ、これ。これもすごいぞ、正門、裏門って書いてある。こっち行くと正門なんだ。
じゃあ裏門の坂が若道ということで行ってみたいと思います。よいしょ、裏門前ヒットさんです。おおおお、これ結構きついね。裏門もあんだ、みんな大変だなこれ。若道じゃないけどきついよここ。あ、裏門ね、これ。おお、そしてまだ坂は続くぞ。あれでもなんかこの風景さっき見たな。見たよね、見た見た見た、ほら、あ、ほら、ここさっき来たよ。あれあれ、倉本の人さんのさっきの牛坂に通じる道ね。なるほどね、もうここでさっき U ターンしてこの右側の道に入ってたもんね。あー、これ牛坂だから、なるほどなるほど。いや、狭いエリアに坂道一周してんのねここね。なるほどね。いやいや、今日はね、今何本いったの、 4,5 本いってるよね、もうね。さて、じゃあね、降りたいと思います。こっから急になるんだよね。篠原西小裏門からの坂行きました。これ違うの、西小じゃないじゃん、これ。篠原中学校って書いてあるよ。あ、あそこのここ交差点は西小の交差点だったけど、実際この建物は篠原中学校なのね。あー、ごめんなさい、間違えましたね。じゃあその裏門の坂下ります。よし、これすごいぞ、これ。ごめんごめん。この辺お家新しいのね、うん、はい、ということでですね、今日はね、倉本前ヒットさんとブヒトンキチさんのね、篠原神社付近の坂ということで5本行ったのかな、うん、お届けしましたけど、いや、このエリアはねすごいですね。はい、ということでね、まだ若干ね、この篠原町あたりはねあるんで、来週に行きたいと思います。今週はこの辺で一旦終了とさせていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。ジプシーロズでした。うおお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 お